大丈夫なのか、立花は。とりあえずはね、ここだけの話、社長はずいぶん前から腎臓をやられてんだ。このことは立花不動産でも俺しか知らない。病気ってことか。昔社長が腕をなくした時、輸血するまでにだいぶ手間取ってな。それで腎臓がうまいこと動かなくなった。シロポムチャンネルの白羊です。龍が如くゼロ実況プレイ続きを始めていきましょう。ということで、また今回から新しいショーの始まりですね。絶体絶命に追い詰められた桐生一馬を立花不動産の社長がね、救ってくれたということで、まあなんか最後のシーン、渋沢がね、こうじっと見つめるシーンもありましたけど、そろそろ渋沢が動き始めるんでしょうかね。アワノでもダメだし、クゼの兄貴でもダメ。まあそんな兄貴分2人の、なんて言うんでしょうかね、働きがあまり良くないと思うような目だったような気もしますが、どうなんでしょうかということで、多分次の章も桐生さんでしょうかね。ということで早速始めていきましょう。第10章、男の値段。大丈夫なのか、立花は。とりあえずはね、ここだけの話、社長はずいぶん前から腎臓をやられてんだ。このことは立花不動産でも俺しか知らない。病気ってことか。昔社長が腕をなくした時、輸血するまでにだいぶ手間取ってな。それで腎臓がうまいこと動かなくなった。社長の腕を落としたのは、その頃敵対してた中国人マフィアどもでね。もちろん落とし前は俺がつけといた。仇の話には聞こえねえな。昔のことだ。俺らはその頃まだ不動産屋でもないゴロつきでさ。でもそれ以来、社長は一日おきに人工透析を受けなきゃなんなくなった。こいつをやらねえと社長は死んじまうんだ。立花はそんな体で登場会を敵に回してきたのか。この人は体がこんなんじゃなければ全部一人でこなしちまう。腎臓のことがなきゃ、多分立花不動産って組織も俺やあんたさえ必要なかったろうな。それでこれからどうする。全部社長が目覚ましてからのことだ。安心しな。ここはカムロ町の中で唯一登場界の目が届かない場所でね。アジア街って呼ばれている。聞いたことないか。アジア街。この界隈に住んでんのはアジア系の外国人だ。堂島組から身を隠すにはうってつけの場所だよ。あんたらはそんなとこにも顔が利くのか。俺も社長も日本人じゃないからな。え？俺たちはもともと在日中国マフィアだ。だからここも闇医者だよ。真っ当な病院にはかからねえからな。出身はマフィアか。初めて聞くな。別に隠してたわけじゃない。ただ今まで立花不動産が登場会に尻尾つかませなかったのもこのアジア街って聖域があったからだ。この辺りの店はマフィアたちにみかじめを納めててさ、外国人同士つつましくやっている。そうやってる分には登場会もアジア街を黙認するとさ。じゃあここに俺らが出入りしていると知れば、アジア街は登場界の怒りを買うってことか。まず間違いなくな。けどうちはここの顔役にリスク以上の金を払ってる。
さっき言った顔役の使いだ。陈先生在叫你，要你把那日本人也带去。ジーダオラ。何か問題か？あんたの扱いについて顔役と話をつけなきゃならない。ただ、あまり歓迎ムードじゃねえようだ。このビルの近くに中華の店がある。あんたにも一緒に来てもらうぞ。行こう。コウモリの入れ墨入ってんじゃん、立花に。それじゃ、顔役のところに向かうが、勝手に変なところ歩き回るなよ。うろちょろしてると面倒なことになるからな。行くぞ。アジア街の外は今頃堂島組の連中が目を光らせてる。ここにいればまず安全のはずだ。きっちり筋を通せってことなんだろう。多分な。喂，尾田，丽华不动产到底怎么了？为什么那样的日本黑帮也要帮？我有我的理由。走了这里，他也没有葬身之处。陈先生可不喜欢黑帮，这点你们也应该很清楚。喂，尾田，你听到我说话吗？我现在就是这边，陈先生，说句话，你别管我吧。你可别得意忘形啊，尾田。丽华不动产的人就是以为万事都能用金钱解决。なんかあんまり好かれてはねえな。小田、今のはなんだ？ああ、気にしなくていい。アジア街はお前を歓迎するってさ。なんて言っても信じねえか。そうだな。ああ、それより、顔役には俺から話をする。お前は余計なこと言わなくていい。俺に任せてくれ。いいな。ああ、分かった。こんな場所があったとはな。これ地図上どうなってんだ。まあ出れねえのか。こんな場所はカムロ町にあったんだね、アジア街。なんか確かに聞いたことはあるね。シリーズを通してもなんか聞いたことあるな。ここだ。お前も入ってくれ。陈先生，在我客人，是日本人。你不在意，用日本油吧。こちらはアジア街の顔役で、陳さん。陳さん、こちらが。桐生一馬さんだね。元堂島組の。陳先生は。在日華僑に3人いる長老の一人だ。立花不動産の情報網にはこの方のネットワークも大きなウェイトを占めている。アジア街に来るのは初めてだろう。狭くみすぼらしい場所だ。大したお構いもできず申し訳ない。とはいえ、これでも我々は以前このカムロ町でヤクザとも肩を並べていたんだよ。しかしそれをあなたのボス堂島宗平や風間慎太郎が力で押さえつけた。女子供含め多くの血が流され、やがて我々は地下に押し込められた。桐生はその頃まだ堂島組にいませんでした。無論承知している。ただの世間話だ。失礼しました。その後力を失った我々は時代とともに日本人の金回りが良くなるのをずっと横目に見ていた。この狭いアジア街の中でね、
小田さん、そちらの客人はアジア外に歓迎できんよ。その人はあの堂島や警察にも追われているね。ここにかくまえば災いの種になる。それを言えば俺や社長も登場会に追われる身です。アジア外は同胞を見捨てることはしない。だが桐生さんは日本人のヤクザだ。それなのに立花不動産はこの件我々に対して事前に話を通してもいない。突発的なことでやむを得ませんでした。ですがここを追い出されれば桐生は堂島組に殺されます。それでも我々は別に困らぬ。待ってください。橘不動産からの上がりはアジア街にとってもでかいはずです。今までうちとアジア街はいい取引をしてきました。その上でのたってのお願いです。取引は対等なものだった。こちらも金に見合うだけの情報は提供してきたはずだよ。あんた方に借りはない。承知しています。ならこの件については別に金を用意します。私の顔に金をくれとでも書いてあるか。じゃあ他に何が必要です。言ってください。やめなさい。礼儀を忘れて交渉はできませんよ、小田さん。社長、もう大丈夫なのか。立花、あんたもういいのか。陳さん、お騒がせしています。小田さん、陳さんは一度下した決断を変える方じゃありません。私たちもアジア外にいる以上そのことをわきまえておくべきです。ここに桐生さんをかくまうことはできません。でも社長。小田、もういい。事情はよく分かった。俺はよそに行く。帰る前にお茶を一杯どうだね。そのくらいはここにいても構わんよ。いえ、お気遣いなく。すみません、桐生さん。私もあの陳さんがここまで堂島組を恐れているとは思っていませんでした。風間のおやつさんも言ってた。何年か前、堂島組は外国人のしのぎを奪って大きくなったって聞いている。その時かなりの血が流れたらしい。ああ、俺たちはその頃まだ神室町にいなかった。それで陳さんとの間に温度差があったようだ。いいんだ、俺はここを出る。また連絡してくれ。それなら西公園で身を隠すのが良いかと。ここほど安全とは言いませんが。西公園、ホームレスのたまり場になっています。あそこなら堂島組もすぐに桐生さんを見つけられはしないでしょう。分かった。それにしても今は逃げ回るので手一杯だな。空の一壺の方はどうなってる。持ち主を抑えるって話だったはずだ。ええ、でもその話はまた後で。西公園に行ったら今夜だけはそこでしのいでください。明日迎えに上がります。この寒空に野宿か。かける言葉が見つかりません。ならあんたも一緒にどうだ。今二人でいるのは目立ちます。それに私は明日のために少し準備がありますから。準備？何のだ。大したことじゃありません。そっか、それじゃ明日だな。ええ、それではまた。なんとか堂島組に見つからないように気をつけてください。分かってる。また堂島組から逃げるのか。立花は西公園に行けと言っていたな。アジア街を追い出された今、行くあてなんてどこにもない。とりあえず行ってみるか。ここがアジア街の入り口だったんだ。
へえ、ここだったんだね。じゃあ、ほんとだ、アジア街って書いてるわ。このカムロ商店街の隣か。なんか龍が如く3とかだったら出入りできたような気もするんだけどな。まあまあ入れないね。なんでじゃあセーブする場所とかあったんだよ。というものの、まあ普通にブラブラ自由に動けはするようですね。どうすっかな。とりあえずお金でも回収してくるか。まあしばらくは大丈夫そうだもんな。特に何も問題はなさそうなんで、ブラブラしてても。よっしゃ、ボロ儲けだぜ。いいね、結構マジでいい感じで回収できてきたな。じゃあまたお店を強化しつつまた回収しましょうかね。さてと、じゃあまあどうしようかな。サブストーリー探しの旅に出ますか。なんか下の方お店買ってないからな。下の方をちょっと見てみるか。この辺で買えるお店はやっぱないのか。ないんだね。ないんだな。あとどこを回収できてないんだ、お店。うわー、こういうなんか路地のところにあるのすっごいね。ハッピーハッピー。なんかこの髪型がさ、女性のすごい昭和だよね。なんか今堂島組から逃げるためにこのちょっと狭い路地入ったけどさ、トルテクラブ、このビデオのテープとかさ、そのまま置いてる感じがすごいね。なんかね、平成っていうか、まあ平成も見れたか。あー、いたいた、危ない危ない。あいつらでも堂島組ではないな。あれなんかサブストーリーっぽくない？やっぱり、100% 当たる占い師？ん？あ？そうなのよ、その占い師未来が完全に見えるらしいの。だから 100% 当たるんだって。まさかそんな。でもそこまで言うならちょっと占ってもらいたいかも。どこにいるの、その占い師？場所を転々としてるみたいなんだけど、チャンピオン街の外れで見た人がいるって話よ。でも見てもらうのに100万円かかるんだって。100万、そんなの払えるわけないし、なんか嘘くさいな。でも実際に占ってもらった人もいるらしいよ。怪しく光る水晶玉を持ってるらしいから、それが命印みたいだけど。そんな人いるかな。今度チャンピオン街近くに行ってみよう。怪しい水晶玉を持った 100% 当たる占い師か。まあ俺には関係ない話だな。まあまあ、そういうバス行きましょう、キリュウちゃん。っていうか今、1って書いてなかった、サブストーリー。今やるんだ、1を。こんな長い間やってきたけど、リュカごとく。今さら1なんだね。全然うろうろしてないな。この辺は？ボクシングジムないのか。なんかさ、黒表ではこの辺りが確か、達也が一瞬だけ所属したボクシングジムの場所だったもんね。残念ながらこの時代にはないんですねーって。いるいるじゃない。あんたちょっと待ちな。ん？俺か？未来はすぐそこに。だいぶ怪しいな。占いか、興味がないな。すまんが俺は占いに興味はない。声をかけるなら他のやつにするんだな。別にあんたを占いたいわけじゃないよ。ちょっと私の身を守ってほしいだけさ。あんたを守る？どういうことだ？見たところ別に危険な状態でもなさそうだが。これから危険な状態になるのさ。占いに出てるんだよ。私はこの後襲われるだし。何？襲われるだと？ああ、以前占った客が私を探してるようでね。逆恨みで襲うつもりみたいだね。水晶玉にはっきりと出ているよ。そんなバカな、占いなんて当たるはずがないだろう。まあ普通はね。だけど私は未来が見える占い師なんてね、
100% 当たるんだよね、これが。 100% 当たるらないし、そういえば前に噂で聞いた気がする。あれがこいつか。ほら、何ぼーっとしてるんだよ。もうすぐ私を襲う男がやってくるはずだよ。礼はするから、ちゃんと守っておくれよ。あ、ほんとだ。おい。ババア、ようやく見つけたぞ。ほらね、来ただろ。え、本当だな。100万も払ったのにわけのわからないことばかり言いやがって。お前が女に余計なこと言ったせいで逃げられちまったじゃねえか。私は見えたものを教えただけだけどね。あんたが将来家をなくしてゴミ箱を漁ってる未来が見えたんだよ。バカか。ビルを買いまくってこの先もこの調子で儲け続ける俺がゴミ箱を漁るわけないだろうが。ふざけやがって、ぶっ殺してやるぞ。ほら、頼んだよ。チッ、ちゃんと礼はしてくれるんだろうな。ああ、もちろんだよ。おいおい、その辺にしておけ。老人に手を出すようじゃ女に振られるのも当然だぜ。なんだお前は、ババの手下か。なら、てめえから先にぶっ倒させてもらうぜ。よっしゃい、冗談は寝ていいよお前。とっとと消えろ。ヒヒ、おかげで助かったよ。しかしまさか本当に予言した通りの展開になるとはな。ヒヒ、だから言っただろう。私は未来が見える占い師なんだって。信じる気になったかね。いや、俺は占いとか信じない主義だからな。ヒヒ、お堅い男だね。まあいい。さてと、じゃあ助けてくれた俺にあんたの未来を占ってやるよ。マジ？何？俺の未来を？ああ、本来だったら100万円もらってるところなんだが、無料にしてあげるよ。ありがたく思うんだよ。うん。占いには興味はないが、少し気になるな。せっかくだから試しに占ってもらおうか。まあ、そうだね。面白そうだな。試しに占ってもらおうか。あんたを占うのは楽しそうだ。さあ始めようかね。まずは手を見せてごらんよ。え、水晶占いじゃないのか。いいから、さあ早く手遅れになる前に。どれどれ。やっぱりいい手してるね。こんな手で抱かれたいわ。おい、何言ってんだこいつ。おい、ばあさん、それは占いと関係あるのか。うるさいね。あたしゃ手フェチなんだよ。無料で見てやるんだから、これくらい楽しませてくれ。まったく、こっちも暇じゃないんだ。さっさと占ってくれ。仕方ないね。さあ、あんた何を知りたいんだい。将来について、家族について、仕事について。まあ、まずは仕事じゃないですか、桐生さんは。じゃあ、仕事について教えてもらおうか。仕事についてだね。お安いご用だよ。見えます見えます。大変だね。おやおや、ここは福岡かい。福岡だと。コンサート抜けて。何？コンサート抜ける？ハンドルを握っていたね。俺がハンドルを握る？もしかして組織の幹部でも送っているとかか。おや、心当たりでもあるのかい。じゃあ聞くけど、あんたが将来やってる仕事は何だと思う。俺がやってるのは側近運転士総理大臣。これ総理大臣とか言ったらどうなのかな。総理大臣かな。国をどうするかハンドリングでもしているんじゃないか。総理大臣かい。総理大臣ね。確かに言いたいことも言えないこんな世の中じゃあんたみたいな毒も必要かもね。もしそうなったらグレートな国を作っておくれよ。なんでお前 GTO なんだよ。ああ任せておけ。で、誰がうまいこと言えって言った。そんなのいらないんだよ。もう占ってやらないよ。すまん、ふざけたつもりはなかったんだ。まったく、ちょっと気持ちよく話に乗っちゃったじゃないか。あんたはね、タクシー運転手になるんだよ。そうか。何？え？タクシー？どういうことだ？ふざけてるやつにはもうこれ以上教えてやらないよ。そんな。
占いは信じないんじゃなかったのかい？ちぇ、適当なことばかり言いやがって。こんな占い当たるはずがない。きっとインチキだ、きっと。ああ、また一応聞けるんだね。これ当たってますね。まあ龍が如く5のお話ですね。俺もなんとなく覚えてるんで、龍が如く5に関しては自分でプレイしたんで。まあ龍が如く5では桐生さんはタクシードライバーになってるんですよ。そしてまあコンサートってあるのはあんま深く語りませんが、まあ当たってますね。福岡でタクシードライバーしてるんで、この占い師は本当に分かってるようですね、未来が。そうだな、じゃあ将来についてだ。俺の10年後について占ってもらおうか。10年後だね。ああ、どうだ、見えます、見えます。ここで身代わりに。大変だね。最後はミレニアム。ミレニアム見えたよ。あんたほとんど塀の中にいるね。やはりそうか。おや、冷静じゃないか。まあ予想していなかったわけじゃないからな。ちなみに15年後も塀の中にいるみたいだよ。何？え、まだ？結構長いんだな。俺は一体何をしたんだ。あまり具体的なことを教えすぎちゃうと人生つまらないからね。じゃあ一つヒントになるクイズを出してやろう。もしも親友が境地に立たされていたとして、その親友の身代わりをできるのはあんた一人だけだったとしよう。そんな時あんたはどうすると思う？うん、親友の身代わりになれるのは俺だけか。俺はもちろん親友の身代わりになる。親友に責任を取らせる。金で解決を試みる。まあ桐生さんはこうするんじゃないですか。助けられるのは俺だけなんだろう。当然親友の身代わりにでも何でもなってやるさ。そうだね、あんたはきっと親友を助けちまうだろうね。それが塀の中に行くことと何か関係があるのか。それは未来のお楽しみだよ。でも安心してよ、親友選ばなかったらいろいろと台無しになるところだった。台無しだと？どういうことだ。占いは信じないんじゃなかったのかい。親友認識のことか。そうなんですよね。これはね、龍が如くの話ですね。錦山が犯したことを、まあ、桐生さんが身代わりになってっていう展開が確かにあるんで、まあ本当に未来見えてますね、このおばさんって感じですね。さあ将来のことはこのくらいにしとこうかね。そうだな、家族について教えてもらおうか。あんたの家族だね。見えます見えます、実の父親が。なるほどね、罪滅ぼしのために。実の父親？沖縄でレスラー。沖縄でレスラー、あーこれ龍が如く3の話かな。見えたよ、あんたの場合ちょっと複雑そうだね。そうなのか。もっと詳しく教えてくれ。とりあえず子供と一緒にいるね。ああ、じゃあ龍が如く3の話ですね。何？子供だと？俺が子供と一緒にいるのか。桐生さんは龍が如く3では朝顔っていう児童養護施設っていうんですかね、うん、あんまちょっと詳しくも分かんないですけど、まあ、子供をこう育てる環境を作ってる人になってるんですよ。まあ自分がそうだったんでね、ひまわりっていう風間さんからね育ててもらったように、桐生さんも沖縄でそういう風なことをするんですよ。そのお話でしょうね、きっとね。ああ、あんたによく懐いてるよ。それは俺の子なのか。おい、おい黙るな。うるさいね、いろいろと複雑なんだって言っただろ。あんたの子といえばあんたの子な気もするし、違うといえばまあ違うかもしれないよ。複雑だな、気になるようだね。じゃあ一つヒントになるクイズを出してやろう。あんたの愛する子供に値段をつけられるとしたらいくらだい。子供に値段がついてるだと。100億100万、金じゃ買えない。これじゃないですか。子供だろうが人に値段をつけることなんてできるわけがないだろう。そうだね、確かに人に値段なんてつけるものじゃないね。でもね、はあ、がっかりだよ。え、がっかり。
人に値段がつかないことなんて誰だって分かってることなんだよ。そんなこと偉そうに言うんじゃないよ。もうほんとがっかりだよ。なんかすまん。めちゃめちゃ怒られてる。100億かな、多分100億じゃないですかね、正解は。ある女の子が確か100億の価値のある子になってしまうんですよね、確か。そんな話だったと思うんですけど、なんかどっかのタイミングでね。この際言っておくけどね、あんた子供8人育ててるからね。何？8人だと？大家族じゃないか。嘘だろ。いいダディになるかもね。おい、ダディって何なんだ一体。お前ふざけてるだろ。私は見えたもの言っただけ。そのうちわかるさ。しかしそんなに熱くなっちゃって占いは信じないんじゃなかったのかい？ちぇ、俺が8人の子供を育てる、そんなバカな。俺はどうなってしまうんだ。いろいろと言われたな。俺は将来どうなってしまうんだ。疲れたのかい。まあ私は見えたものを言ってるだけだからね、悪くは思わないでくれよ。悪くなんか思わないさ。もともと占いなんて信じちゃいないからな。そうでなくても俺が福岡でタクシーの運転手になったり、子供に囲まれて生活するなんて信じられるわけがないだろう。まあ実際そうなるんですけどね。まあそうだろうね。信じるも信じないもあんた次第だよ。まあいい暇つぶしにはなった。じゃあな。達者でな。そうだ、最後におまけでもう一つだけ教えてやろう。今日これからあんたは若い男に声をかけられるはずだ。その男は将来あんたと深く関わることになるよ。また適当なこと。さっきも言っただろ、占いなんて信じないと。最後まで意地を張る男だね。まあだからこそ伝説の男になれるのかもしれないけどね。そこまで見てるのかお前。伝説の男？こっちの話さ。じゃあね、将来私の占いの偉大さを痛感するといいさ。いやほんとそうなるな。ふっ、そうさせてもらう。じゃあな。誰に声かけられるんだ。まったく占いってのは適当なもんだ。おっと、ああ兄ちゃん気付けよ。ああ、リュウジ君だ。いや、ああすまないな。ああめちゃめちゃ深く関わる。修学旅行中から来てみたが、これがカムロ町か。ギラギラして街やの。いやもうめちゃめちゃ関わる人じゃん。なんなんだあいつは。声をかけられた男と将来深く関わることになる。めっちゃ深く関わるあいつと。あの男と俺が、まさかな。いやもうすごいサブストーリーじゃんこれ。1個目やばー、おもろ。シリーズファンとしてはめちゃめちゃ面白いサブストーリーでしたね。サブストーリーって言っても全部で60巻あるんでしょ。あと40巻だけど、これ大丈夫、終わりそうこれ。メインストーリーやりきる前に終わりそう、サブストーリー。